はい、ガチョコバトル、アマ美術大学でやっていきましょう。さて、思いついた時に、ガチョコかアサリがやっていれば、できるだけやっておきたいということで、ちょっと今日は疲れてんな、大丈夫かなといったところでも、とりあえず、まあやってみるだけやってみようという、そんな段階ですね。ちょっと、勝てなくなってきたら、よそごとを考える作戦に切り替えていきながら、やっていこうかなと思います。ちょっと待って、じわじわ行くよ。よろしいか。あ、マジか。お、いける？いけちゃうか。これでいかがでしょうか。ここで一旦下げることに成功。うん、やばい、引き抜んな。危ない。あら、いけた。よかったよかった。あれ、敵いた？なんだこれは。珍しい勝ち方しましたね。ロンブラッカーリッターが潰してくれてたか？ロラでした。ああ、相手にロラいなかったのか。というか、俺キル取ってないよね？あれ、なんで俺1カウントになってんだ？スフィアの爆発の後に誰かが倒したのかな？さて、ガチョコバトル、縁側河川敷。今日は疲れてやっているから もしかすると負けちゃうかもしれないなというフラグをビンビンに立てておいたのに、あっさりと味方がノックアウトを取ってしまうという、まあ、逆に嬉しいことが発生した次の試合になります。とはいえ、さっきのは全く俺関係なかったので、正直。あーどうも、マジか、直撃食らった。おっと、ロングじゃないのになんか直撃食らうのはなんとかな。まあいいでしょう。こう、しっかりと、ねえ、この状況をしっかりと判断しながら自分のことをね、真剣に見つめていくこの実況プレイだと、しっかりと楽しむことができるんで、のがすごくいいんですが、その代わりやられた時のその、衝撃もなかなかでかくてですね、わーってすごい驚いてしまうので、あれ？こっちにいたか？やばいか？臨場感がマシマシになる代わりに、いろいろな。行くよ。2だけ進んだ。2だけ進んだっていうのは進んだというのか。スプラシューターにやられている。これは飛ぶか。あー、これはもういるかな、相手。ギュン。あら、おっぱ、あ、やばいやばいやばい、すげえ。生きてるってすごいよ。ほっと、お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 、まだ行っちゃう。あれ、また。すごいな、今日はなんか強い味方を引き寄せるデイかなんかですか。スフィアで爆発して相手を倒した以外、俺なんもやってないか。いや、でもカウントに進めたから、俺もちょっとは貢献できているに違いない。あれ、3キルも取ってる。いや、なかなかの激戦区ですよ。参戦したら終わろうと思ったけど、これ釣りで終わる、なんかすごい短い時間で終わってしまう可能性があるぞ。今までにない現象が起こっている。さて、縁側河川敷。負けが込んできたらよそごとを考えてごまかそうかと思ったけど、よく考えたら矛のルールでそれやったら、なんだろうな。隙を突かれてそのままノックアウト取られそうだから、やめた方がいいんじゃないのかなと思い直しました。今のところは味方がガンガンノックアウトを取ってくれているので、全然気にはしていませんが。気をつけた方がいいかもしれません。え、いけない。これで相打ちか。あー、ちょっとみんなやられちゃってるか。おわーばーばー、これは来ますね。正面からガンガン来るでしょう。ただ正面から来るとそれは相手の思うツボであったりするので、うわ、入ってくるか。ゲッター、危ねえ。よし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 、必戦いないですね。ちょっと待ってね。お、二人いない。お、ブラスさんいないんだったらもうこっちのもんじゃない。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お、いいんじゃないこれ。いいんですか。そう、いいんです。いいんです。あれ、マジか。めっちゃ後ろの方にいたか。やりよりますね。必戦。必戦撃破。あら、いいんですか。いいんです。あららら。ビビるわ。デュアルスイーパーがまだ処理できていなかったが、とはいえ位置がバレてしまっているともうあの射程で
有利を取るのは厳しいかなといったところ。まあとりあえずカウントが勝ったのでまずはそちらを喜びましょう。てかデュアルスイーパーが敵にも味方にもいるというなかなか珍しい状態。それで全く使えないなんてことはありえないわけですが、にしてもそんな数が増える武器ではないですけどね。おっとコラクントリード取られるか。まあ来るわな。でもまあまだまだこれからといったところでしょうか。おっとハッチャー割れるか。まあそうですね。オッケー、分かってるもの。分かってなかったです。タイミングの測り方下手くそよあなた。ミノチュージェッパやめて。お、一人。これいける？いっちゃう？あれ？ちょっと待って。あ、ジェッパか。あ、やべえ、みんな来てるな、これ。あれ、全滅してる。おっと。こっち見てていいの？こっち見て。おっと、あー、めっちゃこっち見るな。よほど俺のことを気にかけてくれていると見えますよ。でも33ならそこまでか。相手3人いない。順番にまた前から迫ってくるでしょう。さあここでどうするか。失う、失ってしまった時の対処方法を考えて、後ろにいるということを忘れずにね。でも後ろにいるということは逆に攻めるチャンスというわけだ。やばい、うん、ちょっと待って。あなた着地してくる、分かってるよ。これで数の有利が若干取れたかな。ちょっと左が怖いか。いきます。いけるか。ちょっと前行きますね。うーん、いけないか。ちょっと無理したな。33人はさすがに遠すぎたか、ここは。とはいえ順番に来てる。おお、これ嬉しいわ。やったぜ。俺の頑張りはちょっと評価されたような気分がしてとてもいいわ。ちょっと遅いけど俺もナイスをしとく。はい、この喜びはみんなで分かち合わないとな。一人だけ、私だけがこの喜び、ナイスを独り占めすればいいのですみたいなことはダメなんですよね、やっぱり。みんなで分かち合ってこそ、勝った時の喜びも、そして負けた時の悔しさも等しようというわけだ。はい、おーい。お二人、お二人、お二人様ですか？ペアチケットで、天国まで、片道切符が発行されています。わーばば、やばいやばいやばい、これデュアルスイッパーでしょ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、逃げられないんだけど。やばいよ。だがこちらのマークはだいぶ厳しい。ただ後ろからも来てるな。ちょっとあそこでやられたのはタイミングが早すぎたですね。まずいまずいまずい、ちょっとスフィアを貯める余裕があまりないよ。ポイズン祭りですわ。ちょっと待って、ジェッパーがいるか、まだ。やめて。やめろって。死ぬよ。やばい、これ、抜けられるかな、さすがに。おお、ちょ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 、いけるいけるいける。いけるいける。オッケー。ちょっと取ってて。これ完璧なプレイングで相手の陣地荒らしてくるから。こんにちはー。あ、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 はい。ちょっと失礼。はい。はい。あれ？いない？いない。でも大丈夫ですか？そんなんで。我々が取れば、すべて丸く収まりマックス。相手取れてない。オッケー。おー、よかったね。いやー、珍しく3連勝。非常にいい調子でしたよ。いやー、わざわざよそごとを考えるまでもなかったか。なぜよそごとを考えるのが必殺技かのように、そんな、切り札かのように取っておいてあるのかは謎ですが、心の拠り所になりつつあるな。いやでもなんか今回はちゃんと、そうだな、ピンチも乗り越えたし、いい勝ち方だったんじゃないかな、といった感じでしたね。